地図混乱地域。地図混乱地域とは、日本の一定の地域において、不動産登記事項証明書や法務局、登記書が備え付けている地図、構図のこと、また地図に準ずる図面を含むに記載されている内容と、実際の土地の位置や形状が相違している地域を言う。地図混乱は、必要に応じて、構図混乱、アザズ混乱とも表記される。具体的には、その土地について、 登記記録のあるものと実際に使用しているものが別人で両者に何の関連もないため、その土地に対する地権者が誰なのかがわからない。地権者不明、登記記録のある地盤が具体的にどの場所に存在するのかがわからない。不存在時、同一の土地に複数の登記記録が重複して存在しており、どの記録が正しいのかがわからない、重複期などの事例が挙げられる。 発生原因としては次の通り考えられる。これらの地域においては、以下の通り、実際に地域住民の財産権や生活環境などが著しく侵害、制約される事態を招いている。地図混乱地域は2002年、平成14年の段階で全国に約750、地域、面積で約 820km に上ることが分かった。11ヘクタールにわたる、 六本木ヒルズ市街地再開発の折には、5枚にわたる構図ほか古い公用地境界査定図が現状とあっておらず、官民境界をはじめとする土地の境界や面積の確定に多大な時間を要し、地権者約400人、約600筆の土地買収にあたって約4年が費やされた。このような地図の未整備のために再開発が妨げられる事例は決して少なくない。 太平洋戦争の終結直後の日本は全国にわたって産業基盤が壊滅された状況にあり大多数の国民が移植中にことかいた困窮生活を強いられていた。しかし朝鮮戦争特需に始まる戦後の復興により人口が急増するとともに所得や消費が急激に活発化。1950年代半ばには人口や 産業の都市圏への集中が進むことから、近郊地域の住宅需要が拡大し、移植たり、次は、マイホームと、持ち家を夢見る多くの人が世にあふれるに至った。一方、住宅が絶対的に不足する中、良好な住宅地環境を形成するために、必要不可欠な計画立案や法制は、大きく立ち遅れていた。そのような状況下、一部の宅地造成業者により、 区画整理や地図訂正などの業務が適正に行われないままに、造成や販売が行われる事例が多発した。具体的には、見取り図的な山林原野の地図と、縮尺や精度の異なる平地部の地図を混用し、現地称号を怠ったまま分泌をし続けて、土地の細分化を進めたのである。地図は、土地の現況を正確に反映したものでなければならない。 本来であれば、登記機関が現地に赴いて、その土地の所在や形状を確認する実態調査を行わねばならず、手続き的にもその旨が規定されている。しかし、各地で新興住宅地が建設されたこの時期、法務局を主とする登記機関は、あまりの登記申請の多さに実態調査を十分に行わないまま登記許可を出ししまうとの事例が相次いだ。 1985年、昭和60年以降、国会の法務委員会を主として、この問題がしばしば取り上げられるに至る。法務省は、登記を確認しきれなかった責任を認め、地図混乱地域の土地を善意で取得した住民に、直接の責任はないと言及した。速やかな問題解消を図るべく、2003年、平成15年6月に、 内閣官房都市再生本部において、主として全国の都市部における地籍整備を今後10年間でおおむね成し遂げようとの方針が示された。その翌年から国土交通省や法務省など各省機関が連携し、地籍調査を通じた第一項に規定する地図の整備作業を開始。2010年、平成22年までの6年間で、 約 58km を完了させた。さらに、2009年、平成21年からの8年間にわたる 130km の地図作成計画を新しく策定し、全国各地での実態調査や測量基準点の設置作業を進めている。地図混乱問題の解消には、地図の訂正が欠かせない。ただし、地域内の利害関係者全員が言及を認めること、 つまり実際にその土地に居住している人を所有権者とし、元凶における境界線を採用することがその前提条件となる。そのためには利害関係者全員が合意する、いわゆる集団和解を取る方法が最善である。和解に至らない場合は、未同意者を相手に所有権確認の訴えや、境界確定の訴えを提起する。 不動産投機法に定める筆会特定制度を利用して行政レベルで筆会を特定する裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律 ADR 法に基づき土地家屋調査司会が運営する協会問題相談センターを利用して協会紛争を解決するなど専門知識を持つ第三者の判断を仰ぐ選択肢も挙げられる しかしこれらの方法だと、たとえ地図訂正が行われたとしても、その後に地域内の指導を自治体が管理する道路として寄付する際には、改めて未同意者に道路寄付承諾を得なければならない。いずれにせよ、一筆の土地に地権者が複数存在している等地域で利害関係者全員が現況を認め、さらに関係土地所有者から、 境界確認の立ち会いを得ることは極めて困難であり、合意形成のための膨大な労力と時間が必要になる。地図を訂正するためには、現状を反映させる、境界確定を行った上で、地図を作り変えなければならない。まず現地を調査するとともに、叩き台となる、調査図・素図・基礎図・集団は解図を作る。その上で、合意の形成時に、 妨げとなった問題点を解決していくとともに、隣地との境界を確認して、境界承諾書に応印を交わし、それらを正しく反映させた地図を作成していく流れになる。地目、面積や所有者を記載していく際には、細かく引かれた分筆線の記入漏れがないよう、一筆ごとに付き合わせて作成される。そのため、叩き台とはいえ地図形成の最終目標を示す。 図面ともなる。合意が形成された後は、各区画の地積を確定させるための、各府で測量を工程に入る。まず、法務局に測量基準点の設置を陳情した上で、図根三角点、図根多角点や細部図根点を設置し、これらをもとに、地域内の各区画を測量する。そして、所有者の立ち合いのもとに、土地の境界標識、コンクリート製の杭。 金属表などを設置する。もし、減損しない移動水路や京阪京阪あぜ道が地図上に描かれている場合は、それらの位置を正確に確認し、利害関係者に払い下げ承諾を求める。これらの工程を通じて、地石測量図、道路台調布図や不動産登記法に定める地図を作成し、地図訂正の申し出と、地石構成登記を行う。さらに、 指導を自治体の道路として移管するには、利害関係者全員による指導の寄付承諾書、各筆会協会承諾書を得た上で、必要書類や各種図面を添付して、自治体に道路敷地寄付申請を行う。かつて、一般に利用できる土地の大部分は農地であった。律令制の下で農地の売買は禁じられる一方、支配者がその農地を工作する者から年貢を徴収し、 その財源を賄っていた。そのため検築を行って、農業生産工を把握し、適切に年貢を徴収することが重要であった。大化の改新以降、半田修授の実行のために作られた、田図をはじめ、江戸時代には、国絵図、村絵図などが作成されたものの、これらは、街道、河川を俯瞰した見取り図に過ぎなかった。明治時代に入り、土地売買の自由が認められ、 一筆の土地ごとに、地権、改正地権が土地の所有者に交付された。また、基礎改正により、修税を作物の生産工ではなく、土地自体に課すことになり、全国的に土地調査、測量、地価の確定がなされた。この結果、一筆の土地の位置、地盤、区画形状などを記した図面をつなぎ合わせた、あざ単位のあざぎり図、あざ切り図。 あざ限り図が作成された。このあざ限り図が土地台調制度における旧土地台調付属地図、すなわち構図の原型となった。当時における測量は地元村民により一見ごとに印をつけた測量用の縄を用いて補足や目測で行われた。また生産性に乏しい山林原野についてはほとんど実測されることなく目測に頼った。したがって 現代の測量技術で土地の位置、形状、面積の測定を行った場合に大きな違いが出てくるのである。陶器法、明治19年8月11日法律第1号、制定に伴い、1885年、明治18年から1889年、明治22年にわたって、全国の約3分の1の土地について、絵図の構成がなされ、 新たに作成された地図を構成図、または、地を視聴さず、地を視聴さず、地を調査図と称した。さらに、土地代調規則、明治22年3月22日直例第39号、制定により、地検制度は廃止。新たに作成された土地代調が、課税代調となり、この構成図、構成されなかった地域は、旧来のあざぎり図が、土地代調付属地図。 すなわち構図となった。1960年、昭和35年、不動産登記法の改正により、土地の表示は、土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載されることになった。これにより土地台帳及び構図は、その存在意義を失った。しかし、これまでの構図は、地籍調査を通じて、不動産登記法第14条第1項に規定する、地図が整備されるまで、 地図に準ずるものと定めされ、法務局に保管されている。構図は、あくまで地層化すための資料として作成されたに過ぎず、現代的な視点から見ると、信頼性に大きく欠ける地図である。とはいえ、土地の位置、形状、面積や境界線については、一応の資料となり得る。そこで、構図が現状と異なる場合には、その部分の訂正を行わなければならない。 ところが上実の通り、高度経済成長期を中心に、一部の宅地造成業者により、この訂正を行うための利害関係者の同意書を得ることなく、宅地造成や販売が繰り返される事例が多発した。この結果として、地図混乱地域が続出することとなった。小田急電鉄小田原線百合ヶ丘駅と新百合ヶ丘駅の中間に位置する川崎市麻生区内の住宅地区である。 1961年、昭和36年に、宅地造成業者が当地区2.4ヘクタールを買収し、隣接地1.8ヘクタールの土地所有者の同意を得て、4.2ヘクタールにまとめて開発された。もともと14府での土地で所有者は3人、地目は山林であった。当地区は、宅地造成によって180府で、所有者113人の土地に生まれ変わった。しかし、 所有者間の土地交換の手続きや工事実施計画が未完了のまま工事が施行されたため、時を経るに従って生活環境が向上する、ゆりきゅう、新ゆりがおか地区の住宅地に比べて明らかに見劣りするようになった。町内会の集会所は設けられず、水道も未整備、道路も市道で未舗装のまま、通過する自動車が増え、舞い上がる誇りと、 騒音振動に悩まされる毎日が続いたという。調査の結果、当地において法務局が管理する地図と現況が、著しく食い違っている事実が判明。川崎市からは、現況通りに地図を修正し、指導を分泌した上で、寄付願いを提出すれば、それを受理して、道路整備を進める、胸の回答が出た。たまたま1984年。 昭和59年に隣接する新百合ヶ丘地区の区画事業が完成した折であったことから、その測量の際に用いられた基準点を活用できた。当地全域180府での境界確定を完了させ、測量作業を通じて地積測量図を作成。1987年、昭和62年に地積構成登記申請、道路寄付申請を行った。 こうして指導が行動化され、基盤整備が一気に進められることになった。山陽自動車道広島東 IC 南側、福田三丁目に位置する広島市東区内の住宅地区である。1969年、昭和44年に、宅地造成業者が当地区の山林や農地中に、ヘクタールを買収し、350区画の宅地を造成した。 元々山林二四府筆、農地五三府筆の土地で、所有者は五十人余りだった、東南地は宅地造成によって、それぞれ三府で百筆、十九府筆に分泌され、合計四五十府筆の土地に生まれ変わった。しかし、法務局にある古い構図を新しく描き変えるための地積測量図の作成を怠った上に、 宅地への転用手続きが済んでいない農地や国有地を勝手に取り込んで造成し、でたらめな地盤をつけて販売した。一方で法務局もこれを見抜けず、実態調査も行わずに登記申請を受け付けたという。このために、登記簿に表示された地盤の土地面積が実際とは、食い違い、一つの宅地に複数の所有者が存在する事例や、79歩でもの、 不存在地が登記される事例が見られた。1970年代半ばから所有権をめぐる、紛争が続発する中で、地区内の指道を指道編入できず、上下水道の整備も進まなかった。そのため、各家庭では、井戸掘りや道路補修を私費で行って、生活を続けてた。この異常事態を解消すべく、民法162条に基づき、土地購入50年以上占有する。 その土地に住む住民の所有権を確認した上で、集団和解により、新地図を作成する目的を掲げ、1986年、昭和61年より4回にわたって、住民300人強が訴訟を提起。1991年、平成3年に、広島地裁で判決が下り、原告住民の所有権が無事に確認された。 東名高速道路東名川崎 IC 北西1トル、川崎市山前区菅を犬倉に広がる住宅地区である。多摩丘陵内の約20ヘクタールに516区画の宅地が造成され、1100世帯が居住している。1962年昭和37年からの2年間に第一次第5次まで宅地造成が許可された造成主は第5次が山田昭治。 株式会社、川崎区、東田町15イコール1964年地盤変更により、現在の東町4。それ以外は、川崎市職員住宅組合、川崎区東田町1イコール1964年地盤変更により、現在の東田町7。働く人に安い宅地を、分譲を目的に設立された、職員用地宅地造成委員会、 在川崎の労働組合による宅組合が主体。川崎市職員住宅組合、川崎市水道局、川崎市交通局の住宅組合、日本交換、現在の JFE 川崎水江製鉄所、住宅組合、富士通住宅組合、東芝住宅組合などが市内各地区で発足したが、増殖地区造成委員会は、1961年10月19日に、 設立され、用地買収は、地元の増資不動産と試工業者の三和建設株式会社によって進められ、1961年10月には、第一次用地買収契約が成立した。しかし、1962年2月に、三和建設は増成工事を辞退し、新たな指名競争入札により、佐野鉱材株式会社、現在のリバースチール株式会社と契約し、 1963年1月に造成工事が完成した。宅地造成委員会は第二次工事着手にあたり、新会社設立に同意した。その新会社は、三和建設で用地買収担当だった山田昭弘らによる山田商事株式会社、1963年9月設立。資本金300万円、従業員20人となった。ここに、 宅地造成委員会が対外的業務をすべて委託し、業務範囲は観光庁許認可、登記、用地買収、造成工事設計や監督の代行で宅地造成委員会に責任をつとされた。ゆえに宅地希望者590人からの出資金と銀行からの借入金で調達した8億6千万円は山田商事株式会社に委託された。崖崩れや 土砂の流出などの災害発生を防止することを目的とした住宅地造成事業に関する法律、宅地造成事業法、1965年10月1日、施行以前の宅地造成等規制法に基づく、いわゆる法以前団地であった。しかし、この地域は、戦後の混乱期に農地開放で作成された構図が不正確だった上に、 旧陸軍の演習地だった土地と民有地との境界もはっきりしなかった。また、山田商事、株式会社は、地下高騰と工事費超過、急速な事業拡大に加えて、経理面でのずさんさが原因で1966年12月5日に、約4億5000万円の赤字を出し事実上倒産、宅地造成委員会による買収地の課に、山田商事が独自で、 買った土地につき手形払いした者の不渡り、宅地造成委員会が地主に払った用地買収金を山田商事が借りた際に出した手形の不渡り、山田商事の訪問経営、宅地造成許可遅れによる無理な資金操作、宅地造成委員会と協議せず工事費の追加契約を行った者の未払い、造成工事の行政指導のばらつきと、法改正による当初計画の大幅変。 そのような中で、実地測量をしないまま投機を行ったり、地主への返還地未確定、山田商事から貸金が戻らない、地主の投機非協力、低当権設定などがあり、構図が現況と著しく食い違うこととなった。地区内に多数発生した不存在地が売買や融資の担保として利用され、果ては競売にかけられる事例のほか、 別の土地を見せながら架空の土地を売り付けたり指導を指導と物件説明書に表示る詐欺受験まで発生。権利上の混乱があるため、地区内の指導を指導寄付できず、何十年にわたって未舗装の砂利道のまま放置された。土地の評価が非常に低くなり、売買も思うようにできなかった上に下水道の整備も進まず、住民は困難を強いられてきた。 住民は1980年代初頭から解決に向けて活動を開始。過去の経緯はともかく実際に住宅を保有し居住している事実をもって所有権者とし、現況における境界線を採用する方向で協議に入った。不存在地の所有者に遠き抹消を説得したり、利害関係者の調整に手間取りながら、一人一人の知見者と話し合いを進め、 土地の境界確定を行ってきた。この結果、約30年がかりで和解を成立。川崎市の実施する測量費用助成を受けて、1994年、平成6年に測量を完了させた。西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽本線、JR 神戸線兵庫駅の北方約 1.5km に位置する神戸市兵庫区北西端の住宅地区である。 もともと山林、田畑や溜池が点在する農耕地だった当地を1923年、大正12年から1941年、昭和16年にかけて、夢の土地区画整理組合が35ヘクタールを区画整理した。地区内の外区工事、指導認定は共に完了し、完治先の利用も開始されたにもかかわらず、太平洋戦争による混乱期を経て、 肝心の勘地処分の登記変更が行われないまま、1960年、昭和35年に、同組合は解散。その結果、地図混乱問題を抱えることとなった。神戸市の都心からほど近い当地では、時を減るごとに宅地化が進んでいった。一方、法務局に現状を反映した地図がなく、地目変更登記処理もなされていなかったため、 土地を分泌できず、また担保に拠出することが極めて難しかった。例えば、当時、港川町10丁目23の1の土地は80人、あまりの共有地扱いとなった。その他、約70個が同じ地盤になっている事例もあり、住居表示が実施されなかったこともあって、郵便物の誤配が相次いだという。 神戸市や法務局が是正を検討するも、各地権者の反応は薄く、費用負担や地権者全員の合意を得られる見通しが立たなかったという。そんな中、1995年、平成7年阪神、淡路大震災により多くの住宅が損壊。しかし、住宅や溶壁修理を行うための融資が受けられず、地区内の土地売却も進まないことから、 解決を求める声が一気に噴出した。特に震災被害の大きかった港川町10丁目、菊水町10丁目の住民によって、港菊10丁目復興協議会が設立され、地権者やその相続人を探して、測量への立ち会いや地図作成の同意を得る行動を開始。1996年、平成8年に地権者全員の了承を得て、 神戸地方法務局で構図の変更を認められた。こうして、個々の土地ごとに分泌の登記が行われるに至った。残りの地区についても、1998年、平成10年から地図訂正の作業が開始され、翌年末に完了している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。